え、そう、うん、そうツイートしてくれるのよちょっと待ってしますね、ちょっと待ってくださいね、ちょっとマネージャーさんの許可待ちだった、ちょっと待ってよ、ツイートは多分24時まで OK かな。タイタンさんかわいい、ありがとうございます。え、今日、え、今日さ割とちょっと体力余裕だったんですけど、あつりんこありがとうございました。え、そう、なんかまだ個人ツイート始めたばっかりだからちょっとまだ許可制なんですよ。そうそう、公園になったから目の下がキラキラ、ちょっとお待ち、お、ツイートしますわジェシーさんハートー、ありがとうございます。キュ、キュンさんありがとう、ありがとう左の方の自分から見て上手の左側の立ち席におった Q さんありがとうございます一番最初から自分の打ち合わせ撮った偉すぎる、ありがとうえ、そう、ツイッター偉いでしょ、ありがとう Q さん。公演、こちらこそ初、そう、え、そう、めっちゃ見つけてるありがとうございます。あ、また酔ってる人が、つよしーさんありがとうございますとはい、あ、嘘、表示されてない、え、ちょっと待って、ちょっと、え、表示されてない、表示されてない、ショールームジェシーさん酔っ払いとはありがとうございます今日は真ん中のちょっと自分から見て右側の真ん中ら辺にいましたそう、ミーさんのタワーが表示されてません、なんで、ミーさんはね、右側の真ん中ら辺、右のこっちの、あー、ちょっと右の方の真ん中にいました今日は多分一番目があった気がする、ありがとうあ、そうなの、表示されてない、ありがとうヨシヒコさんかわいい、ありがとうございます。明日仕事だ、はい、え、それがさ、よよって未成年なんですが、ポポさんコマありがとうございます、表示されてないんで、ショールームありがとうシラフとはこっそりね、2回もこっそりんこえ、そうなんです、この髪型よく2回も持ってくれた角さん、バラありがとう、あー頑張ったわ、ありがとう角さんは左の方、一番左端の前方らへんにいましたどういう、ありがとうございますえ、そう、タイム、あ、そう、それ見た、すごすぎる、いいね、センター祭したい、したいなってなった、ちょっと待って、ちょっと待って、ツイッター、ツイッターあげるんご。ツイッターあげます。コギンさん、ハート、ありがとうございます。うん、ちょっとツイッターあげますね。レーダー衣装青太郎さんかわいい、ありがとうございます。あ、ゆさなこくまたありがとう、え、今日おった、え、今日 おらんよね、あ、ちょっと待ってありがとう、キューさん、レインボースター、エンジョーさん、ケキート、ありがとうございます。まあでも2周年コンサート時会えたからありがとうえ、そうね、偉いんですよ、わざわざ一回昼公演終わってから、終わってからとわざわざ
着替えて写真のためだけに着替えたんですよ。みんな見たいかなと思って今日は仕事で行きます。でも気持ちは最善なんちゃって。関さん可愛い、ありがとうございます。えらえら、みんなさレーダー見たいじゃん、みんなレーダー見たいなって思って、ちょっとさ あげる、ちょっと待って待って、ちょっと待って、あげます、あげます、ちょっと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 あげるが、はい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 、しかも全身、ちょっと待ってそう、マネージャーさんにちょっとわざわざお願いして、足見えてます、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、きっとアイリーに、ちょっとちょっと待ってね、きっと、ああこれ霊なんて漢字で書く漢字な、漢字じゃない、英語なんやなよね、難しい喉が痛い、ちょっと待ってよ、レイダウン、あっ難しい、ちょっとどうしたらいいのこれ、あ、こうか、ちょっと約束の感じじゃないや、全身なんかちょっとうふんみたいな感じの写真、ちょっと待って、おやすみ、でハッシュタグ僕の太陽光目、ほい、これでいった、はい、ツイートしました、ツイートしました、そんな大したあれじゃない、あさあささん、けだけ毛糸ありがとうございます。待って。タワーが。待って、多分いけたはず。あ、いけた。え、どう？思ってそう。思ってたの違った？ステーマは、え、そう、予想と違う、そんなもっとさ、そんなもっとセクシーなの求めてましたこれさ、ツイッター変わったよね、なんか画像がさ全部表示されなくなった、期待してたのと、嘘、え、これだいぶ違いますはい、保存にどうぞちょっと充電がない、ちょっと待って、たま、あたまった、あかね頑張ったわ、ありがとう今日はそんなにイメージが、ね、真ん中の方のちょい後ろのおった顔、いや顔待ってんのはいつものことなのでねそう、ありがとうございます、あと メモロ、次の時間強制ですね、え、ちょっとさ今日ちょっと待ってナイスがヨッシーさん頑張った、ありがとう、ね、見たすごいね、あのタイムテイエルリンコにしよう、これからエゴサするのさ、ちょっと待ってメモをします、23強さん9さん、角さん、玉田子さんかな、で多分いけてるですよね、次の時間
強制で5人多分。エゴさ、ちょっと今日ちょっと全然さしてなかった。そう、そこはい発案者。今日さここにさちょっとさバルテノのさあのチェリーのソースこぼして最悪。ゆかりあんこさんどれもありがとうございます。多分え合ってる多分。あーさなこさん無理。なんか話し会とかで呼び捨てにしとったらさ配信でも呼び捨てにしちゃう。久しぶりに言うて1日やがな。そう久しぶりに来た。いやちょっとさ死んでる顔が。そうでもいいな生徒さん羨ましすぎる。え自分あれね自分生誕祭の時にみんな手紙書いてね超楽しみにしとか。え絶対手紙書いてね。え自分ファンの人の手紙がないとやだ。 Q さんいいねありがとうございます。ちょっとバチバチ休んだ。明日自主練習に行ってファストレッスンなくなったんですよね。まだ先めっちゃ先よ。そうあいいね。そう逆にでもねお見送りももうマスクなしに なったんで今日も マスクなしでした。確かに声出しできるようになってるかもしれん。みんな絶対手紙書いてね。一人一行ずつね。楽しみすぎる。ヤギさんにってなんでよ。えじゃあいやそれさちょっとえ一人だってさ一人全員一行ずつめっちゃ 長くなりそう。楽しみいや違うよ。メセカもだしうんのファンの違うファンの人の手紙ももちろん。そう竜兵さんバラありがとうございます。え違うんよ。メセカもいるんよ。違うちょ欲張りじゃけんさちょっとメセカもあれよファンの人の手紙もいるんよ。どっちともよ。え手紙はさ大事よ。ちょっと髪の毛がさバリッバリなバリッバリちょっと欲張りだからそう楽しみすぎる。どんなんかな。え本当にもう何ヶ月後やあんた約1年後とか泣いた。キャリディオ初めて行った。いいよね。でもボロボロですよ途中取れた。なんかユニットの時カチューシャ取れてブラブラしてた今日に夜の時。見えらん。あ今日はね三つ編みなんか編み込みみたいな編み込みまとめみたいなしてもらいました。それで私がラストちょっと寒いんでちょっと化粧ドロドロとメセカも手紙も大事っていうね。そうメセカってもう届いあまだ来てないです。まだもらってないわ。そういえばなんかあこれ後ろ撮ったらいい。何リンコのがいる夜のお店に何いませんハートありがとうございます。花子尊いありがとう。今日何食べ今日ドーナツとか食べた。まだもらってない。そういえばそうまだもらってなかった。待ってる。でお店って、ね、そう言われるなんかさ警察のコスプレした時もなんかお店感があるって言われた。ひどいって。えでもちょっと太ったんですよね。この時期だからまたダイエットするとか言いつつ明日普通にスイーツ食べに行くって
ちょっと待って、ちょっと化粧直して、マジ寝てた。あとはさ、今日なんか9時ぐらいからちょっと配信したかったんですけど、普通に寝てた。何キロ？46です。45をキープしようと思ったけど46になった。そう、無理、もう無理。スイーパーラン違う、なんかあれなんですよね、東大ラーメン食べに行きたい、福島に、福山に。ジレットええよね。エビフライすごいめっちゃ食べるじゃん。無理だね。でも今日思ったよりさ、全然なんか余裕だったんですよ普通に。逆にむしろ夜公演の方がなんか力を出し切れた気がする。福山にしかないの、その徳島のさ、何ツアーの時に食べた東大ラーメンが、そう、美味しい、あれも最高すぎるね。体力ついたと同時に私は足を釣りました。激しい足切り最高。あ、どうも。違う、でも今日さ、ちょっとさ、ダンスの先生に褒められちゃってさ、めっちゃ嬉しいんですけど。嬉しすぎる。吉崎今日いい、いいな。そんな、嬉しい。そう。ミシェルマイさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい。ガジさん、レインボースターありがとうございます。嬉しすぎるんだか？嬉しすぎるんだが、ちょっと昨日練習した回があった、普通に。違う、なんかさ、いつもこの前の僕隊の時にさ、そう、あんまできんくってさ、そう。あーゲーなんですけど。そう。嬉しい。と、今日は気をつけたことは、なんだろう。今日気をつけたことは、表情と、なんか足気をつけました。そうなんです。嬉しいです。でもちょっと。そう、単純なんで。単純なんでね。そう、足めっちゃ上げた。足をなんか綺麗に踊ろうって思ったけど、なんか綺麗に踊ろうとしたらダンス弱くなるからもういいやと思って。あはは、記憶しました。マーキさん、かわいい、ありがとうございます。ちょっと私の生誕祭早くしたいな。誕生日早められんかな。そう、ビンゴめちゃめちゃ足上げようと思って、そうそう、ちょっと言い方あれですけど、インパンが見えるぐらい足を上げた。そう、でも大きくどうだろう、難しいんですよね。そう、ちょっと早めてください。パセリが嬉しい。そう。あ、本当ですか、元気なので、あ、嬉しいんですけど、三山くんでしょうね。もう見せようって思って、もう気になってさ、そう、もうインパン見せたるって思って、もうインパンバーンってもう見せた。ビンゴはそう、インパン見せようと思うぐらい足を上げた。そう、見せようがちょっとキモいな。だってさ、あれはパンツじゃないので、あれはフリフリの短パンなので、別に見えてもいいやつなんですよ。そうそう、ちょっと誰よりも足上げようと思って。そう、僕大変たい、おいで。そう、あれはね、見えてもいいやつなんですよ、あれ短パンなんで。そう、足上げようと思って足上げた。天使。いいな、生誕祭羨ましい。あのフラワースタンドとかさ、大きいやつ、自分のやつどんなんなんかなとか、花冠とか、すごい羨ましかった今日。そう、
あ、まあそうそう、え、多分ね、最善じゃなくても見えてたぐらい見えてたと思います。固まるな。やっぱハリケーン、今日も京都でリンク、ユウシさん、ハートありがとうございます。ね、インパンとインパンの上、インパンの上からさらにフリーパン重ねてるので、そう、ね、一番最後なんですよ。自分でも多分その頃には僕体がじゃないかもしれない。何だろうね、何でしょうか、分かんないけど。DMA、 あー、変態っち。あ、一番最後だ。あ、そういうこと？そう考えたらいいのね。じゃあそうしよう。そう考えよう。てかさ、そう。今日さ、あれじゃ、何？なんかめっちゃすごい、なんだ、目のやり場に困ったら。あの、なんかさ、今日なんかすごいさ、なんか瀬戸内愛みたいな T シャツじゃないですか。なんかリンコアイって T シャツをさ着てくださってる人がおってさ。めっちゃ面白かった。あとなんかツアーの時にさ、なんだっけ、広島のツアーの時にさ、なんかめっちゃ目合うなって思っとった他目推しの人が、なんか今日地味に自分のペンライト太ってめっちゃ笑った。そう、瀬戸恋の T シャツあるじゃん、あれをリンコ恋にしとる人がおった。え、そうそうそう、あ、自分のペラと振っとると思って、あら、自分のペラと振ってるかな。そう、え、今日ハンリンコ多かった。そう、いや、推し編ではないけど、なんかうちはその違う子捨てたけど、なんかペラと自分のやった。そう、おーおー、自分の振ってるじゃんと思って。そうで、釣り上げ、釣りとかやめてくれ。そうそう、おーおーと思って、そうそう、なんか嬉しかった。そうです。沼へ、そう、沼へ連れ込みしてしまいました。そう、いい、でもさ、あの一番生誕祭って一番最初さ、なんかペンライト自分の色にしてくれるじゃない、もう最高、もう超羨ましい。話かまだ来たことない、なんか本当にびっくりした。そう。そう、だからこれからビンゴはめっちゃ足を上げていこうと思う。そう、すごい、でもみんな優しいよね、遠慮するの。いいな、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 羨ましい。めっちゃ羨ましいじゃん、そんなペンライトが全部自分のなんて。そう。まだ知らんけど、公園ではまず自分のファンを探す。え、どうだろう、なんかパッと見て位置を把握して、均等にレスできるようにして。そう、ないな。赤とライトピンクしか見ていい、いや、見ていいでしょ、いや、見よう見よう、だってあれは見ていいやつだからさ、って大変でしたらもったいないじゃん、6000何本も払ったんだからさ、見よう。見なきゃ。大阪のひろしでさん、かわいい、ありがとうございます。いいな、超羨ましい。そうなの、みんな生誕来てね、自分の。まだやだ、9月の話、来年の9月の話ですけど、ええ、分かった。だってね、みんな損や。そう、みんな自分の生誕祭来てね。普段使いできるですね、分かりました。そう、まだ遠いけど、ちょっと自分の今の生きがい、自分の生誕祭だわ。めっちゃ先、当たる、当たる、当たるでしょ、当たるでしょ、
なりますね。ニコちゃんついてね。はい。生パン、あ、それ無理無理無理、事故事故事故。こんばんは。え、そう、生きがいが、生きがいです。昼の生徒端っこで見ててよかった、ありがとう。え、でも中に自信あるわ。自分もさ、え、自分いいこと思いついた。逆に自分がサプライズでファンの人に手紙書いちゃおう。あ、でもこれ言ったらサプライズじゃないじゃん。逆に、え、逆手紙にしよう。ちょっと待って、これは忘れてください。まあ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 、まあ、9月のことやけ、ちょっと忘れてると思うけど。これいいんかな、自分手紙書いて、自分が逆に手紙を書くっていう。あ、書いて、あ、ほんと泣かんわ。でもさ、今日さ、コンビニ行ったんや。コンビニ行ってさ、コンビニ帰りに行ってさ、なんか860円、ん？だったのさ、890円出してさ、で帰る時にさ、お釣り忘れてさ、でなんかレシート落としたりしたらさ、店員さんによるさ、帰る時にさ、めっちゃ天然、なんかめっちゃ天然じゃないみたいな、めっちゃ聞こえてきてさ、なんかもう聞こえるように言わんでよって思って。そう。センター、そう、アイス買ったんですよ。女の店員さんにさ、なんかめっちゃ天然じゃないみたいなさ、聞こえてきてさ、いやいやちょっと聞こえてるんですよと思って。860円と890円って似とるからさ、しょうがないね。あい、そう。え、そう、店員さん、大きいんよ声の、なんか天然ワルタみたいな、なんちょっと天然なんちゃらかんちゃらみたいな。アイス下にある。手でじゃないですよ。 AT さん、おさえさん、ありがとうございます。いや違う、ボコボコにしない。笑われた。そう、セーターさん早くしたい。ケンちゃんハートありがとうございます。手紙書いちゃおう逆に。そう、間違えちゃった、アイスね。ちょっと待って、食べよう。私は今日もう頑張ったから5本、え、今日超頑張った。食べる。くもはさん、かわいい、ありがとうございます。はい、これです。私はダイエットしているのでダイエットアイスです。ダイエットしてます、今。言いつつロールケーキ1本食べました、ドーナツ2個食べました。糖質、なんか誰だっけ、みほりんがおすすめされたけど、え、違う、ローソンで買った素直。そうと言いつつ、だい、そう、もう手遅れなんですけど、まあいいんですよ、気持ち。え、自分ね、自分のためのアイスみたいな、素直。いただきます。これ、もうやめて。はい、普通に美味しい。あ、普通にこれさ、うめえわ。うんふんふん。うん、うんふん、うん、普通に甘いし。これでカロリー80キロカロリーってすごっ。
うまいです。低いね。そうです、今日笑われながら買ったアイスです。一口嫌だ。無理なんです。なんかね、生誕祭でさ、誰だ、リネちゃんがさ、めっちゃファンの人大好きみたいな言ってさ、ちょっとさ、自分もちょっと、でも自分さ、普段さ、ファンの人にさ、多分1年に1回ぐらいしか大好きとか言わんからさ、ちょっと、もうちょっと、もうちょっと言えるようになろうと思った。やだと、私の愛し。なんだろう、うわん、もう1年に1回です。いやいや、大好きってね、そんなさ、大好きってちょっと恥ずかしいですわ。今日さ、もう顔がドロドロ、大好き、そ、あ、ちょっと、いやいや、好き、いや、なん、難しい。そう、うかむけど。なるほど、これ、いやいや、ハゲて、いや、せめて半年に1回にしよう。なんだろう、歯を見ると好きってなると言ってた。私は公園でファン銀行があったら、おおるなってなる。やばい、なんだろう、いや、なんかそれはなんか、あ、おるじゃんってなる。大、おるねーってなる。そう、おるねーってなる。そう。あ、はじめまして、優しくします。そう、それはもうもちろん自分の何知ってる顔の人だったら、おるおるってなる、なる。そうそう。いや、でもさ、いや今日はさ、ちょっとさ、割とさ、そう、道前っこしたからさ、ちょっと許して。そう、おるねー、おるねー、おー、来たねーって。今日も燃えてない、燃えてないです。そうそう、おる、自分の色振っとるねってなる。そう、気づかん、いや、気づくって。あ、よう東京から来たねーってなる。なるとか、なるでしょ。そうです、気合、いや、そんな。そう。マスク、そう、わかるわかるよ、そりゃね。ひっそり堂々と、え、そう、自分最近なんかファンの人に対して恋人という感覚ではなく、もう私はファンの人のママですね。最近ファンの人が母性反応が出てるので、私はもうみんなのママ。え、そうなんですよ、会いに来たんかってなる。さあ、もうママです。その最近なんか、あ、好き、自分のファンの人好き、まあそれもなるんですが、私は最近、そうそう、え、かわいい、来たのってなる。かわいいってなるから、そう、もうママっていう感じ。
もう母ちゃん、母ちゃんでいいや。そう、もう母ちゃんです。母ちゃんっていう感覚。インさん、レインボースターありがとう。え、そう、母性が最近ちょっと目覚めた。そうもうおかんでいいです。いや、話し変えてまうわ。ちょっと周りのスタッフさんに変態変態ってちょっと思われそうだからちょっとあれなんですけどえ、そう、かわいいってなる。そう、かわいいってなる。普通に会いに来るとかかわいいってなっちゃうんですよ。そう、いや、みんなで、いやいや、ちょっと自分のファンの人全員変態って言われちゃう、他のメンバーに。でも、でも、おお、待ってます。楽しみすぎる。納得、え、なんでそう、全員変態になっちゃう次、次のさ、会える機会はいつ？次ってムービー撮影だっけ？うん、タコちゃん、ハートリュートで、あ、そうね、僕って多い。パシリの生誕祭だっけ？そうだ、フリーレガール、あ、怖いサイン会も、でもサイン会もあるね。え、サイン会かかんないか、もらわないか、絶対時間過ぎららん。うん、なんで、あ、豆芝は今日までですうん、ふん、準備しないと。うん、え、リピート決定じゃん。お疲れ様でしたおー、ほんとすごい。夢をガラス瓶に入れて大丈夫、リピート、ふん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 、味合ってるよね、え、そう、みんなのママですリンコにサヤフチ、ウチャフチ、おいおいは余韻に浸りながら眠りにつこうと思います仲満足、すごい、どん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 自分のコメント欄が変態コメント欄になっていく犯人コノートとさ、そう、その犯人コノートを作る配信をちょっとしたいんですけど、いや、明日はさ、明日自主練行くだけなんですよ。そう、だから明日、今日は、でもただ今日普通にちょっともう眠い。深夜さん、かわいい、ありがとうございますあるよ、ルーズリーフでね、あーからね、何、こうやってやってね、すぐ見れるようにするのえ、そう、公演の時は目の下キラキラしてるな、眠いもいいな、私も生徒さんやりたい、めっちゃお腹鳴るじゃん無理、お腹減ってるのバレた
いやちょっとさ、でも見送りマスクなしになったらちょっと恥ずかしいんですよ、なんかちょっと顔が見される。え、そう、その犯人かノートに誕生日もつけたいんですよ。そう普通にお腹減った、無理無理、お腹減った、食べたい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 、プルダックンポックン麺食べたい。絶対さした、自分も本名知らんよ知らんよ。小餅のね、下も私ね苦手なんですよ。いやちょっとさ恥ずかしいんですよね、楽しみだ。みんな誕生日12月にならんかな、自分もう二十歳でいいから誕生日12月にならんかな。どんなフラスタ、どんなんだろう、でも多分どんなんだろう、ペンライトカラーかなって思う。あ、読めないけどハート、カメさん無理だ、12月にしてほしい。もう、あ、一応運営さんにさ、あ、自分誕生日12月でした、なんかちょっと間違えてて、なんか本当12月だったらしいです私って言えばいいかな。もう12月本当に絶対痛い、もう無理、9月まで待てん。そう、大阪のひなしさんかわいい、さくら、リンボースターありがとうございます。え、そう、全然、でも私はもうこれからいろんな2期生メンバーが生誕をしていく中、私は羨ましつつずっと見守っていかなくちゃいけない。え、じゃあファンの人の手紙絶対欲しい。絶対書いてね、絶対書いてね、楽しみすぎる。シャープくんハート、竜兵さんコバありがとうございます。確かに大変だ。でもさ、あと何、1年も待たんないかんのか、きついきつい。何座、乙女座です。ポンハンさんハートありがとうございます。今年はね昇格前だったから私してないんですよ。そういうこと。ポンスハンさんかわいい、10個ありがとうございます。そう、乙女だ。中身どんなんなんじゃろ、楽しみだ。え、無理、あともう1年も待ってない。え、多分ね、ちょっと自分で今予想するわ。予想するわ。自分がファンの人が自分に書く手紙、予想するね。はい、敬愛なる吉崎凛子さんへ。凛子ちゃん二十歳のお誕生日おめでとう。この、だから二十歳ってことは STU48 に加入して3年間いろんなことがあったね。予想する。そう、凛子ちゃんはダンスが苦手だったけど、いつも練習しているのを見守っていました。りんこちゃんの素直なところと素直なところと素直なところと優しいところ、ファンの人を大切にしているところが大好きです。いつも見守っていて楽しいです。この3年間本当にいろいろなことがありま、あって、あったけど、この3年間いろんなことがあったけど、どんどん成長していくりんこちゃんを見守っていてとても楽しく過ごせました。本当にいつもありがとう。本当にいつもありがとう。これからも、あ、ちょっともっといろいろあるけど、これからもたくさんりんこちゃんを成長を見守っていきたいです。素敵なアイドルになってね、吉崎りんこファン一同みたいな。みたいな。あー、でもありそうありそうありそう。早くしてほしい、早くしてほしい。ちょっと誕生日自分12月でいいや、私誕生日12月で。そう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 。でもう一個がママからで予想。
リンコへ。リンコ、20歳のお誕生日おめでとう。リンコが生まれて20年、もうそんなに経ったのかとびっくりしています。リンコがまさかアイドルになるなんて20年前は思ってもいませんでした。え、泣けちゃう泣けちゃう。早い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 でしょ。リンコがST48 の1期生のオーディションを受けたいと言った時びっくりしましたが、最終審査落ちて悔しがっているリンクを見て私も悲しくなりました。そこで2期生のオーディションを勝手に受けて、まさか受かるとは思っていませんでしたが、うんたらかんたらかんたらかんたら、もうリンクも二十歳でこれから、おいやばいやばい、ね、勝手に想像して泣きそうなんですけど、これからもこれからもたくさんアイドルとしてファンの人を大切にして頑張ってほしいです。まんまより、もうこれは泣けるやつ、え、無理、勝手に妄想して勝手に泣けてきた。え、リンちゃん、いや、それは大事よ、そうよ。あとね、絶対ママ合格と思う。リンコはダンスが下手くそだけど、よく深夜に部屋で一人ドタバタドタバタうるさいけど頑張りましたね、絶対ママ書くと思う。そう絶対書くわ。キューさん、ファイト。チェックありがとうございます。ね、ギャグ入れそうよね。読むの誰だろう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 。弟別にいいわ。弟別にいいわ。あ、想像した。気が早い。弟は別にいいわ。ちょっと今パパ喧嘩してるからさ、自分ちょっとパパも別にいいわ。でパパ喧嘩した、今日の朝思いっきり喧嘩した。無理、なんかさ、もう寝坊してさ、なんか靴下がさ洗濯機落ちてさ、何これめっちゃ超イライラしとってさ、靴下のせいでで喧嘩した。そう、今日ファーザーと喧嘩、今真っ最中だからちょっと。そう、喧嘩したった。そう、前寝坊、なんか自分今日家出る20分前に起きた。天使の井上さん、ハートありがとうございます。そう、崩しとしてイライラしたんよ。そう、喧嘩した。そう、そう、20分前に起きたんですよ。ボイちゃんが、そう、自分が悪い。自分が悪い、そう、それはそう。それはそうっす、それは分かっていますね。眠い。え、そうさ、めっちゃ機嫌悪い自分。え、謝ってないんですよ、それが。そう、え、やだ。え、てかでもパパはね、別にね、謝らんでもなんか自然となんか普通に気づいたら喋っとるけさ。そう、パパと喧嘩して謝ることもないです。 Q さん、お疲れ、ありがとうございます。明日の目標はちょっと明日の目標を決める。明日は私はワクチンの予約をするで、心に決めた、もうマイナンバーカード、そう、予約。心に決めましたね、パパリンコ。そう、ついに。なんかリコチ曰く12月からなんか、何、どこだっけ、韓国行けるんだって。え、知らんけど、本当か知らんけど。そう、だからちょっと打つことを覚悟した。
え、そう、まだ予約なんです、頑張ります。ね、リコチに「え、ちょ、一緒に行こう」って言われたけ、ちょっと「わ、分かった、じゃあワクチン打ってくるわ」って言って、そう打つことにした。まあね、そまあそう、いけらんけどさ、そうなんですよ。マイナ、あれ、そうなの、嘘、マイナンバーカード、え、取らなきゃ。報告しますね。そう、え、普通にをそりこちに行こうって言ったから、そう、え、じゃあ、え、じゃあワクチン打つって言って、そう、わかんない、空いてるのかもわかんない。そう、え、でもそもそもなんかリコチとはインドで契約してたんですよね。そう、仲ゆい韓国のり、え、普通にもう広島のスーパーでめっちゃ売ってるけど普通に食べとるわ。どうなんじゃ、え、でもそんなあれだよ、ま、でも多分そもそも多分仕事があるから、まあそもそも行けないとは思うんですけど。しわいさん、グーグーありがとうございます。そんなにキラキラしとうかな。だいぶ汗で落ちた。え、3回目も打たないかんの、そんなに打つん、注射まみれになっちゃう。いいよね、仕事とかでさ、昔 HKT さんがさ、香港だっけ、上海かちょっと忘れたけど、公演してたみたいに行けれるようになったらいいですね。何したい、え、何したい、え、食べたい。食べたい。そうそう、汗、え、やばかった。え、でも今日そんな汗やばくなかった。なんだろう、なんか痩せたっけ、そんな痩せたっけかな、汗がそんなにでんくなった。まあ出るけど、台湾そうみたいな、なんかできるようになったらいいですよね。邪魔見るなって。今日はこれに久しぶりに会えて嬉しかったよ。ありがとう。食べたい。台湾何がある？台湾何がある？え、ご飯うめえ。ご飯うめえし、なんか大きいし、なんか寺みたいなのがある。じゃね、いかんって、いけれん。そう、ご飯うめえんだ、ご飯の、そう、だからとりあえず私はワクチンを打つことを心に決めた。そう、うん、でしょ、で明日は何だろう、何したらいいんだろう明日。旅行。え、無理行かない。え、そう、食べたい。でこっちにお風呂、え、もう毎日のように誘われとるがな。そう。日本国内なら私はもう徳島に行きたいです。徳島ラーメン食べたい、とりあえず。でも徳島ラーメン大好き、愛してる、心の底から大好き。あのマジであの卵かけご飯忘れられん。愛して、明日雨よね。そうそうなんですよ。ジョッシーさん爆笑。はい、ミラーボールありがとうございます。え、小籠包マジで最高すぎる。え、そうよ。え、普通にリコチとめっちゃなんかやばい話してるもん。そう、行きたい、本店とかめっちゃ行きたい。ちょっとお風呂入ろう。無理、まだ無理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 。目元エロいって何ですか、初めて聞いた。今日夜コインたくさんですくれたりいいんですよ。してるね、やばい話めっちゃしてる、普通にしてます。
今日まで髪の毛パリッパリなんですよ。そうなんです。徳島行きたこと、でもまあでも高知行けるから嬉しい。あれ、ホットさんミラーボールありがとうございます。そう、でもさ今日もみじちゃんごってさリネの顔面ナンバーワンで、ありがとうございます何なんかねえだリップのお色に釘付けでした。リップの色、リップの色これです参考にならん、超適当、超適当だってこれ。このリップ買ったの2年前ですから超適当です。やめません、これです。やめません、韓国語だからやめません。なんて書いてあるんだろう。ウォーターライト、ライトティント CR03 です。でも2年前に買ったから参考にはなりませんそう、リップあるある、なんか1年とか半年、半年とか普通に、2年どころではないな、これ全然2年どころではない。だってこれあれですよ、あの留学行ってた2年どころじゃないわ、3年だ3年目のリップ無理3年目、参考にならないです。そうでも多分まだ売ってあると思う、多分、知らんが3年前だよね、こう言って3年前だ、やばいやばいいいの、そうやって痛い、トレントレントレン、そう加入前に買ったやつじゃあ新しいの買ってんですよ。たださ、やっぱりさ、この自分のこの何回も触れてきたこの子を忘れるわけにはいかんのですよ。私はこの何回もチューしてるからさ、この人とちょっとさ、いわば彼女なんですよ、わかる、何回もチューしてっから、これ3年チューしてんだそう、3年チューしてるからさ、そうまだ新しめのコスメ、なんかメイクさんに、そう、この目の下のキラキラはメイクさんにおすすめされて、あ、そう、サッシーさんのやつなんですよ、買った1ヶ月前に、それが最新です、ね、サッシーさんのやつだから買ったそう、ズブズブも3年中してんですよ、このことそう、キラキラするんですよ、ででそうそう、あ、それが一番新しいやつですそれ見て見て、すごくない、ね、見て、自分ね、こいつと毎日チューしてるんですけど、ね、見て、ちょっと待って、見てほしいんですけど、見て見て、なんかちょっと見づらい、なんか独特な形で減ってくんですよ、自分の唇の形で減ってくんですよ、この子が、わかる、なんかさ、ここのほら、なんか独特な形で残ってくんですよ、なんでそう、なんかわかんない、なんでこんな変な形で減ってくんだろうそういうもんなんかな、なんか最初なんかもっと綺麗な形だったのにさなんでだろう、まあいいや、食べてない、売ってやばいんよ、変態ですかそうなの、ああ聞くわ、縦に塗ればいいみたいな、ちょっとめんどくさいから横に塗ってた痛い、なんかヘルペスですか、これは痛いんですけど、これ何これ、泣いた、まあでも3年も同じリップを作った私のせいです、泣いた、もう今日なんか朝起きたら口の横が痛いなって思ったら、なんかできた、泣きました、嘘です、口内炎なんかな、そんなんかできとうよね痛いごめんなさい、
こんなこんなこんなとこにできる。リップの消費期限、あすごい、自分3年も使ってる。キューさんかわいい、10個ありがとう。同じところにヘルペス、あ恐れヘルペス。ってやったら3つあるね。睡眠不足かな。でもさ自分ね、でも自分今日、今日自慢するわ、今日3時間しか寝てないんですよ私。にしては体力持ったと思わん？ね、体力持ったと思わん自分。だって今日8時とかに起きて4時とか寝た。おさらい、恐れヘルペスしますか？なんか自分一回ねダンスの練習し始めたらさ終わんないんですよ。なんか普通にずっとやっちゃう、なんかなんだろう、なやっちゃう人なんだから、普通に2時ぐらいまで練習してて、お風呂でお風呂がもうムカつく、お風呂がなんかムカつくんですよ。お風呂絶対使いたいんですよ公演の前日は。でなのになんかタンク切れみたいになって、自分はすっぱだかで寒いのになんかお湯タンク切れ、なんか何お風呂、お風呂炊くの待ちみたいな、ずっとなんかすっぱだかで寒いのになんか30分くらい待たされて、で寝るの遅くなったんですよ。めっちゃムカつく。そう30分もさ、あの寒い中さ待たされたんですよ。で寝るの遅くなっちゃった。なんかお湯のタンク切れみたいな。そうそう切れ、そうそうそう、違うんよ。なんかシャンプーしとる間にお湯炊くの待とうって思ってシャンプーしとってもな全然炊かんなって思ったら、なんかタンクの湯切れ、なんか何タンク湯切れ、お風呂を沸かすのを待ってますみたいなの出てきてさ、はぁと思って30分ずっと待っとった。そうそう、ね、それで寝るの4時とかなっちゃった、なっちゃった。そうね、それでもイライラしちゃって、余計イライラするからさ寝れんでさ4時とかなっちゃった。でいやいや、めんどくさいじゃん、なんかいちいちまた服着てやるのめんどくさい。そう髪が、そうそうそう、ずっとなんかめっちゃ髪の毛抜いてる、びしょびしょのまま持ってた。そう寒すぎるよね。そうかわいい、放置されてた。そう電気なんかわかんない、なんかタンク湯切れみたいな、めっちゃなんかさ女の人のなんかタンク湯切れみたいな言われてさ、いやいや知らん知らんと思って、ちょっと私明日公園なんよねって思って、そうもう寒かった、よかった。でもな、そうね、広島なんて寒くないよね。そう寝てみて、すごめっちゃ髪の毛ボロボロ。違う、出るのめんどくさいじゃん。警告、ない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 、なんかいきなり湯切りしましたとか言われてさ、いやいやってなって、そう戦った。そうでなんか普通に YouTube 見て過ごした。風呂の中で事前に、なんかね本の仕組みがなんだろう、自分の風呂なんだろうね、自分ってなんだろう。いやいやアホかいな、自炊するわけなかね、今日の自分ですよ、今日めっちゃレッスン着。そう三つ編みいいよね、次の公演の髪型何にしようかな、ニーテールにしようかな。でそうお風呂入ってきます。 YouTube で言えよ、嬉しくない。嬉しくない。痛い。
え、そう、え、てかさ、なんか YouTube でさ、なんか自分がさ、なんか春ぐらいにやめようと思っていたみたいなさ、動画をさ、上げられてさ、そのコメント欄にさ、もう早くやめろとかコメントあってさ、自分さ、黙れって返信しそうになった、普通に焦った。え、普通に、いや黙れだ、いや黙れ黙れ、お前に言われる筋合いはないって普通に返信しそうになった。ちょっと危ない危ない危ない。え、そう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 。え、そう、なんか、なんか、やめれば良いのではみたいなやつがあって、いや黙れ黙れって返信しそうになった。そう、危ない危ない。そう、え、危ない、本当にダメ、もう本当に。そう、なんか押す、いやー、もうやだー。そう、え、そうそう、ちょっとやっぱ危なーと思って。そう、これ、そう、危ない。え、ムカつくからさ、いや黙れ黙れ、お前に言われる筋合いはねえんだ、ボケかすなすびって、ちょっと変身しそうになって、危ない危ないってなった。危ないそう、え、そう、矢崎こらえたんよ、偉いでしょ。ハッシーさん、ハートありがとうございます。え、じゃ、 YouTube がさ、エゴサしすぎてさ、勝手におすすめしてくるんですよ、自分の動画を。そう、おすすめしてくるんですよね、てか見ちゃうんですよ、勝手におすすめしてくるの、もう YouTube が。そうちょっとそこでね、そう、そうだよ、みんながなんて、そう言ってくるから、私がいないと生きてられないって。 Q さん、いいね、ありがとうございます。え、ほんと口悪いよねって思うもん。え、多分ここ数ヶ月で余計より口が悪くなった気がするそう、え、そう、おすすめされるんですよね。え、そう、私もめっちゃおすすめ、自分の動画すぐおすすめされる。そうえ、でもその YouTube 見て、 YouTube 新規さんがなんかめっちゃおるそう、エゴサ大事やねんな。だってエゴサすることによって、そう、みんなのこと知らないじゃないですか、大事なんですよ。なんだ、口が悪いよ、もうこのままだと口が悪い気アイドルになっちゃう。直そうえ、直す直す、直します、直します、おほほお、直しますそう、エゴサしにくい、え、な、そうなん、嘘、なんで、直しますわ、ちょっとおめえとか言うのやめよう自分普通に今日リクと話し合ってさ、え、でも自分普通にファンの人にてめえとか言うよ、もう気使わんのよねって言ったらさ、はめっちゃびっくりされたけどさ、え、普通じゃない、やっぱ自分とはおかしいんだと思って、ちょっとやめます、口悪いの直しますそう、え、なんでてめえとか言うのって言ったら、え、だって浮気した人とかにはてめえふざけんじゃねえよって言うよって言ったら、めっちゃびっくりされて、え、普通じゃないんだと思ってそう、え、ね、なんかみんな自分のことツイッターにあげてくれてた、あ、自分おかしいんだと思ってえ、リコチ言いそうじゃないですか、だってそう、え、そう、今気づいた、え、必要だと思ってたそう、今気づきましたそう、え、リコチ言うかなと思って、そうそうって言ったら、リコチめっちゃびっくりされて、あ、普通じゃないんだと思って、あ、私おかしいんだと思って、え、そう、いや、もうちょっと気をつけまーすリンコちゃんえ、そうね、ちょっと頭がいい私おかしいんだと気づいた今日、じゃけん、ちょっとお主にしよう、お主にしよう、そうが出なきゃ出らんよ。今日ね、ドレッドヘアですね、ドレッドヘアです、そうそう、龍が多分あれ飲みすぎだと思う、なんだろう龍が如くのね、龍が如くを見すぎたし、やりすぎたしだと
ハッシーさん、ハートありがとうございます。お主普段ね、治らんよね、どうしよう。ちょっと本当は言葉遣い気をつけようと思う。あとあれも好きなんですよ、なんとかの静かなる、静かなる、なんかヤンキー系、なんかぼ、まじで危ない危ない、なんだあのちょっとあれあれ、そう、あの静かなるドンとかね、ちょっとそういう漫画好きなんですよね。龍が如くとか、そうだから必然的に言葉遣いが悪くなっていくって、そう、すぐ影響されるから必然的に言葉遣いが悪くなっていくっていうそう、そう好きなんですよ。なんか憧れる、いや憧れてるヤンチー、いや なろうとは思わんけど、えちょっとかちょいってだめそう、クローズはねまだ見てないんですよね。そう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 、清楚キャラだからさ、そうやばいやばいそうです。日本なんだそれ、少女漫画も好き、少女漫画も好きだし、あちょっと待って終わります宣伝をします。話し会って明日もんですよね、調べたの、えらい当たり前か。話し会のなんだ、2時再販は明日の13時までです。あ、お主とか、あ、違う、てめえとか言わないので、あ、この人はこの日はてめえとか言わんよ、だってこの人はこの日は新妻凛子の日なので、そう、この日はてめえとか言いませんおすすめは1月9日の4時間目と7時間目26歳新妻凛子の日です。そう、この日はあなたの日です。そう、お、おぼしたありがとう。以上、明日の多分1時までです、多分ね。そうそうよ、あなたって言うよ。そうご飯にする、あなたお帰りなさい、ご飯にする、お風呂にする、それとも私みたいなのを想像していただければ。やだ私って、そんなん言わそんなん本当結婚して言うんかな自分恥ずかしい、恥ずかしい、ちょっと無理恥ずかしい恥ずかしい、うん、あらっていうね。そう、そう、茶番って言わんでよ考えたのちゃんと。そういやいや、だってなんかさ愛おしいかなって思って私やだなんかさ普通にさ、そう、それとも私とか言うよりさ、多分好きって言う方が難易度低いと思うのにさ、ちょっと自分そっちの方が難しいんですよねそうマネージャーさんにちょっとそう白目で見られる日々が始まるもう一度、いやだあ、やばい、男女読んでいた、はい、読みますはい、読みます。13位ガリさんありがとう。12位エイティさん、リンコタンありがとう。11位竜兵さんありがとう。固まっちゃった、ありがとう。10位アルフォートさんありがとう。9位ヤスレさんありがとう。8位アサーさん、口が悪いのはリンコの醍醐味、いやそんなことない、直します、本当に。7位ロックさんありがとうございます。6位ゆさなこ、なんて書いてあるの、現地お話し会は何ですか、1000枚申し込みました読めない、ありがとうございます5位たまたこりんこの長女、あ、長女になった
ありがとう。はい、ステイ。あ、ありがとう。あ、リサナコもありがとう。6人ですね。ステイ4位。ジョッシー。アットマーク、バクレス。ありがとう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 。ステイ3位。ツノさん。ありがばら。ありがばら、ありがばらとは。ステイ2位。みー。綺麗すぎてドキドキ止まらなかった。え、やだそんな照れる照れる。ありがとう、ありがとう。して1位キューさん、ありがとう。多分初1位わかんないけど、ありがとう。せーのなんですよねありがとう。はい、寝ます。え、ね、お風呂入ってきます。バイバーイ髪の毛が死んでいるありがとう、バイバーイ。やすみ、こちらこそありがとうございました口が悪すぎた、今日はちょっと反省だわ。バイバーイ、おやすみ、おやすみ。何時？バイバイ。